スリランカの大統領はスリランカ民主社会主義共和国の元首である。スリランカにおける大統領職は1972年に正論からスリランカ共和国に国名を解消し、イギリス連邦から離脱して共和制に移行すると同時に、それまでの正論総督に代わる国家元首職として設置された。ただし、当時のスリランカは議員内閣制であり、 大統領の権限や役割は従来の正論総督と同様、儀礼的、象徴的なものに限られていた。1978年に現行憲法が制定され、国名がスリランカ民主社会主義共和国に解消されるとともに、議銀内閣制から大統領制に移行し、大統領の権限が強大になった。任期は5年で国民投票で選出される。 参戦は禁止されている。1984年に首都がコロンボからスリジャ・ヤワルダナプラコッテー選としたが、大統領府以下、行政庁舎は旧とコロンボに残ったままである。大統領は有権者による直接選挙によって選出される。選挙方法としては短期異常識が用いられる。スリランカ憲法により就任から5年間と定められている。ただし、 任期が切れる前に、次期大統領選挙が実施された場合、選挙管理委員長が選挙の勝者を宣言した時点で、任期終了となる。その後、2週間以内に、大統領就任の宣誓を行うことで、次期大統領が正式な大統領に就任する。ありがとうございます。